日の始まり。探してみてね。元旦の朝はわしに挨拶に来ておくれ。最初に家の門をくぐった者から一年間順番に動物の王様にしてあげよう。しかし年は12しかないから早いも逃ちじゃ。遅れてきた者は王様にはなれないので、なるべく早めに来るんじゃぞ。よし、頑張るぞ。一番になるのは俺だ。あたし、早さなら誰にも負けないよ。おい、みんなで集まって何の話してるんだい。元旦の次の日、1月2日にね、神様のところへ行くと動物の王様にしてくれるんだって。へえ、いいな、教えてくれてありがとう。頑張らなくっちゃ。オイラは歩くの遅いから早めに出かけよう。シさんの背中に乗っていけば早く楽に到着するぞ。僕って賢い。よし、まだ誰も来ていない。オイラが一番。僕が一番乗りだよ。明けましておめでとう、神様。おー、びっくりしたよ。ネズミくんが背中に乗っていたの気がつかなかった。まあいいか、2番で十分さ。これで12匹揃ったの。みんなよく頑張ってきてくれた。明けましておめでとう。王様になる順番はネズミ、牛、トラ、ウサギ、カツ、ヘビ、馬、羊、猿、鳥、犬、イノシシに決まりじゃの。次の日、1月2日の朝。はい、一番乗りだ。おや、猫くん遅かったじゃないか。動物の王様を決めるのは昨日だったんじゃが。ええ、どういうこと。あ、ネズミくんね、よくも騙してくれたにゃ。こうして怒った猫はネズミを追いかけるようになったそうです。おしまい。